疲れ様でした。お疲れ様です。関西大学前田監督です。関西学生サッカーリーグの第2節ということで、立命館大学と対戦して、惜しくも2対3ということになりましたけど、まず今日の試合を振り返って、どういうふうに見られましたか？最初の数分間は悪くなかったんですけど、守備のところで1回後手踏んでから、連続で、失点を重ねるという形で、左サイド、何度か突破されて、で実際失点もそこから直結してたということで、そこら辺が失点食らってからも改善できなかったですね。で、まあ、10分まで2点取られてというところだったんですけども、その後っていうのは結構こう、関大がこう、まあ、ボール保持もして、いいチャンスもいくつかあったのかなと思うんですけど、なかなかこう、決定力という意味で、なかなか1点取れてればという試合だったと思うんですけど、どういうふうに見られました？今年に関して言えば、トレーニングのところからシュート外すシーンとかっていうのは多く見られているんで、まあ、なかなか決めきれないなということで、思い切って行ってしまったりとかして、結局力んで外すっていう場面もトレーニングのところから見られてるんで、そこら辺がゲームでも出たなという印象です。なるほど。で、まあ、本来ならば、フォワードで百田選手、あるいは西村選手というのがちょっとね、使えない状態というところで、この辺でじゃあどうやって点取っていこうかというのも、監督さんいろいろ考えられたと思うんですけど、いかがですか、このあたりは。そうですね、実際に去年で2人で20点近く取ってるんで、リーグでも。で、まあ、その2人がいないということで、本当に、今日のスタートのところで、得点を取った実績がない選手が多い中で、うん、まあ、これを機に、チャンスを生かしてほしいなという思いもありましたけど、うん、やっぱり西村、百田のところに、まあ、頼っている部分も実際あるんで、まあ、そこら辺ではなかなかチャンスを生かしきれずに、まあ、2人の存在が大きく感じたゲームでもありました。うん、なるほど。で、まあ、4年生の古賀選手、菊池選手というので、なんとかっていう気持ちがあったと思うんですけど、どうですか、まあ、惜しいところもあったと思うんですけども、どうですかね、この4年生2人というところでは。そうですね、やっぱりもう惜しいという年では実際なくて、結果残すか残さへんかっていうところだと思うん で、まあ、そこが実際問われるところだと思うんで、下級生であれば惜しかったねとか、そんなんでいいと思うんですよ。やっぱり同級生になっていて4年生なんで、もうそういうところを言ってるフェーズではないんじゃないかなと思います。なるほど。で、まあ、0対2で、今、前半を追い返してというところなんですけども、監督の、まあ、指示といいますか、まあ、2点を追いかけるというところになってきましたけど、どういうふうな声かけといいますか。守備のところで、もう一つギアを上げるというところ、で、アグレッシブに行くということで、リスクをもう掘って、守備のところに行くよということで、先日はもうちょっとキーパーへの、チェイシングも含めた守備スタイルに変更して、でその中で3点目取られてしまったんですけども、まあ、そこは2点、ビハインドのまま後半迎えてしまったんで、3点取りに行くためには仕方なかったということで、まあ、あの失点は敗走した、敗走して相手を川島が追いかけたんですけども、まあ、そこはもうリスクを犯したところなんで仕方ないなと思います。なるほど。まあ、それから本当にもう追いかけるしかないという時点で、浅田選手、大谷選手ということもフォワードも2枚変えてなんとかというところだったんですけども、まあ、31分ですね、大谷選手が、まあ、ようやく1本といいますか、決めましたけども、どういうふうに見られました？まあ、チャンスは何度か作ってたので、あとはフィニッシュワークのところだけだったんですけども、うまく決めてくれたと思いますし、浅田ももう少しシュートシーンっていうのを増やしていってくれたらなっていうふうに思いました。うん、で、もし、まあ、ルーキーですよね。その後選手、桑原選手というのも、まあ、両方出してというところで、まあ、桑原選手は、まあ、2点目のアシストも決めて、まあ、素晴らしいパフォーマンスも見せたと思うんですけど、この2人に関してはどうでしょう、ルーキー。桑原に関してはずっと合流してたんで、スムーズに入れたかなと。で、川島も賢い選手なんで、うん、右サイドバックと右サイドハーフ、連携は良かったかな。うん、佐野に関しては、3日前に帰ってきたばかりなので、なかなかチームとの連携がうまくいかず、うん、本人の個人の力で突破する場面はありましたけど、連携面はまだなかったかなっていう感じました。うん、
うん、なるほど、わかりました。で、まあ、おっしゃったように、佐野選手も日本高校選抜で、まあ、ドイツで見事優勝して帰ってきましたけども、やっぱり、まあ、スーパールーキーというか、まあ、入ってきたなと思うんですけど、監督さんのこう期待するところっていうのはどういうところですか？そうですね、まあ、注目も浴びると思いますし、ポテンシャルはそういう中で、その注目に対して答えるだけの実力はあると思うんで、まあ、しっかり一つ一つ積み重ねて、1年生の間にレギュラーに絡んでいく、2年になったらレギュラーになっていったりとか、3年、4年生になったらチームの中心になっていくっていうふうに成長してほしいなと思っています。なるほど、わかりました。残念ながら、加瀬大学、まあ、リーグ戦及びあの、まあ、大阪府の予選ですよね、やってますけども、まあ、次準決勝ということで、リーグ戦一つお休みということになってるんですけども、東京、まあ、次に向けて、ちょっと切り替えていかなくちゃいけないなという感じがするんですけど、いかがでしょうか？これからより難しい、戦いで、で、次は JFL のティアモードをやるので、まあ、格上のチームとやるんで、メンタル的にはどちらかというと、まあ、当たって砕けろぐらいでいけるんで、それほど難しくないんですけども、ただ、しっかりみんなでオーガナイズしていかないと大敗してしまうので、しっかり準備して臨みたいと思います。大谷選手です。まあ、残念ながらね、まあ、試合は敗れてしまいましたけど、まあ、今日の試合振り返ってというところでどうでした？まあ、自分はベンチからスタートした中で、うん、まあ前半に 0-2 で折り返した中で、まあ、ベンチでは自分が出てしっかり3点取って、まあ、逆転しようっていうふうには常に考えてアップはしていて、うん、まあ、いざ出るってなった時には、まあ、0-3 だったんですけど、まあ、ここで何ができるかが、まあ、これからもそうだし自分のチャンスもつかめると思ったんで、うん、まあ、とりあえず点を決めようっていうのは常に思ってて、まあ、そこで得点シーンの時にゴール取れたのは良かったんですけど、まあ、他にもチャンスはもう2回ぐらいあって、そこを決めきれればチームも勝てたわけだし、自分もさらに成長できたのかなっていうふうに思います。うん、でもちろん前半、まあ、2点先制されてというところで、まあ、ベンチスタートというところがありましたけども、まあ、どんなこう気持ちというかね、なかなかこうチャンスはあるけども点が取れないっていう状況続きました。どんなこう感じで見てました？そうですね、まあ、チャンスを決めきれない試合は、うん、まあ、ずっと苦しくなるっていうのはもう分かってるだろうし、まあ、そこで相手は決めるけど自分らは決めきれない部分で、もっと練習から一つ一つのシュートだったりを突き詰めて全員でもっとやっていかないといけないかなというふうに思います。うん、なるほど。でも出る準備はいつでもしてたという話なんですけども、で出場されて、まあ、31分でしたか、吉本選手のいいクロス来て、それからうまく抜け出してと、これ学生リーグ初得点となりました。振り返っていただけますか？まあ、本当にたけし君から素晴らしいクロスが来て、まあ、あとは決めるだけだなと思って、うん、まあ、その前にもたけし君からのボールを来たのを、まあ、外してしまったんで、まあ、これは決めきらないといけないなっていう気持ちもあったし、うん、これを決めてチームに勢いをもたらすことができたのはとても良かったと思います。そうですね、おっしゃる通りこうまだ流れができたとか、なんか1点取れればなんかどんどん取れるんじゃないかなっていうような、あれですね。まあ、次、まあ、高橋選手が取ってということ、まあ、最後の最後まで、ね、どっちが勝つか分からないというような状況になりましたけども、どうでしょう、やっぱこう学生リーグ初得点ということもありました。どうですか、大学初ゴールとありました。率直に嬉しい気持ちがいっぱいです。うんうん、去年はあんまリーグ戦で出てなかったで、今年から絡めるようになってからの初ゴールというのはとても嬉しいです。うん、でこう自分の特徴で、ね、客観的に見てどういうプレーで一番僕は押していくんだみたいなところってあります？そうです、まあ、自分は他のフォワードと比べて足元があるわけでもないし、うん、まあ、そういう中で背後に抜け出す動きだったり、うん、まあ、最後ゴール前の嗅覚を生かして点を取るっていう部分をどんどん見せていければなと思います。なるほど。で、まあ、フォワード陣で言えば、ね、百田選手、西村選手というのは、ちょっとね、怪我の状態でなかなか出れないと。まあ、そういった意味では、チャンスが回ってきたのかなと。で、一つ今日、ゴールを決めて、アピールになったと思います。どうですか、この辺に関しては。まあ、そうですね、あの二人が怪我している中で、まあ、自分にもチャンスは回ってくるなっていうふうには、もう練習からも感じていて、うん、まあ、そこで決めきるか決めきらないかっていう部分で、まあ、これから自分の立ち位置でも決まってくると思ったんで、うん、今日決めれることができて、とても良かったです。うん、で、どうでしょう、まあ、次、まあ、天皇杯の予選の準決勝ありますし、まあ、リーグ戦では対大戦が翌々週かに行われますけども、まあ、今日の試合をこうの
得点をどういうふうに今後に生かしていきたいですか。そうですね、自分はまあ点取れたんですけど、まあ、チームとしては負けてしまったんで、まあ、そこはもう今日の負けがあったから来週再来週と勝てることができたっていうふうに言えるような状況にしていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。